で会ったらなんですよ。で、何をしないでいいの？これ、これ、彼来ない。僕来ない。来ない。来ない。だから、受けの人の仕事は、こう攻撃することね。それをかわしてる。これ嫌だから。こう変わってる。で、これ攻撃しないで終わったら、そう、知らんぷりしてる。何しろ受ける人の仕事は攻撃することだ。で、こう来ちゃうから、来ちゃうからこうなったんだ。そこそこ待てね、待ってて入るやるのやるのこれね、来るよね。で、こう、この角度がないと、近くないとすぐ追っかけてるんですよ、ね、次どんどんどん追っかけられちゃうから、自分が来た時には頭がこの辺近い、頭がぐっと近い、重なってるって感じで、こう開いてきちゃうと、ね、そう来るよね。で、こう開いてきちゃうと、この次ほら待ってるから来ちゃうの。いくら入ろうとしても無駄。だからくるりんって来たらすぐくるりんと、こっちなんか近い、近い、こうなってないの。待ってたら来るから。またやんなきゃいけない。だから一発で一発でここにほら、それでここなんかやりたい。だからちょっと近いっていうの、近く。近くっていうのは遠くないんですよ。ここは離れてないんですよ。これ近くじゃないから。近くっていうのはここのすぐ近く。このそう、僕がいるから彼来れないの。近く。で、離れていくには、この手を使うには、この手を意識的に緩めて、緩めて、ボカッと落ちる。緩めないと来ないから。重みが落ちてるから、重みが落ちちてるから、この攻撃やりたかったら、彼は意識的にこれ緩めるのね。緩めて、回ってきて、ボカッとやる。これやらないとできない。で、緩められたら分かるから。あ、緩めたら、すぐできるんだよね。そういうふうにやってるわけ。だから、視覚はすぐ近い。ここ。ここで何もしてない、彼と動かない、足も来ないよね。だからこれこういろんなそれにちょっと僕が気にしてたこのこの線、この攻撃線、攻撃線の、そしてまず来たら自分がここれに入る、この辺近いで、それだけ目指してるね。来たらすぐここに、こういう、そうすると、彼の攻撃戦を始めて、安定してる。で、それで、こうに、パッと引っ張り込んでいくといいよ。やられにみんな来るからね、相手同士たち。あ、やってるんだったら、ちょっとやられて入るって、やられに行っちゃうから、やっつけに行くのが仕事だ。相手やっつけたい。だから、取ったらすぐ。取ったらね。で、やっちゃったら稽古にならないから、まあ、やられなんていうの、取りに行くんだよってゆっくり、ね、行くんだよってところをこうやってる。で、普通はそんなことありえなくてさ、普通はもうこうすぐ行くよね、普通だったら、ね、あとは蹴りだとかさ、触ったら瞬間こう蹴りがこうパッて返ってくるとか。だからそういうことを意識してやってないと、いつまでたってもはいやって思ったらってやっちゃダメなんだよ。だから来るんだってすぐここに変わらないと。そしてバンって何回振り切るようにしてきたよ。で、その稽古なんだけど難しいな。まあゆっくりでもいいや。ゆっくり取ってで引っ張り込んで、これがボカってくる。で、受け身の人もこれでしょ。だから早くやっちゃうとこっちは焦っちゃって取り直すができなくなっちゃうから、ゆっくりでもいいから、ゆっくりでもいいから掴んでこう、ね、で、これがグッて来てるから、この重みがこれ乗っちゃってるから詰まってる。そういう状況をね、ちょっと協力してさ、ちょっとゆっくりでもいいから、ゆっくりでもいいから、そうそういう感じね。そういうふうにちょっとやってほしいんですよね。で、ここつながってると、重みが乗ってる。それで、まあこの足を引いて中心を落とせばこういう形。それから僕は重みが乗ってるから、はい、こうね、僕の力打ち上げる。だからこれ抜かれちゃうと、こっち出ちゃうよ。で、こう、この感じできるよね。で、それ、ちょっと協力してたけど、出る身の人と取り返して。
協力して少しその稽古をやるんですよ、ね、上と下取りに来たら予定通り来る、予定通り足が来る、予定通りなんか後ろ入ってくる、ね、それ分かってんだ、分かってる稽古やってんだ、あのそれ何ていうの、あの何、なんとか稽古って言ったけどね、なんだっけ、忘れちゃった、約束稽古、合気道が約束稽古だって言ってね、で、分かってやってるのにもかかわらず焦って、こうやって形崩れちゃダメなの、それまっすぐ普通に、あ、当然来たんだな、予定通りだなっていう意識でやってないと、あ、来て来るんだから、来て来た時にもう入ってんの、あ、全然関係、予定通り来てんだよ、予定通りで、足替えたの、ここに落ちちゃったの、自分はそれは崩してないの、だから そこのところよく分かってやらない、稽古しないとみんな崩して競争競い合いになっちゃうから、だから予定通りだ、その約束稽古だから、ね、約束稽古来たら予定通りなのか、こう自分はそんな崩さない、自分崩れてまでも相手と競わないとか、ね、で自分の姿勢作るのにたまにやってるから、来たら何だい予定通りの上出したわけで、まっすぐだよね、予定通り、だから予定通りだってことをちゃんと考えて、攻撃者も予定通り攻撃してる、で、受けの人とか、鳥の人とか、鳥の人も予定通り来たから、予定通り普通の精神状態で、こういうところ、こういうところ精神状態、焦ってこういうところギュッてやらないで、普通の立ってるのと同じ普通の精神状態で、なんかカットしたことそういう風にやらない、ギュッてバーッてそれを競争してなるべくやらない、最初はしょうがないですよ、でもなるべくやらない、長いからね、やらないで普通の選手に何でもできますよ、足自由ですよ、手で自由ですよ、姿勢正しいですよ、そういう風にやってほしいんですよ、でもう少しだけやりましょう、あの相手がいてます、姿勢すごい大事なので、よく話すんですけど、姿勢が曲がっちゃうと何やってもダメですよ、予定通りしてれば姿勢も自分なら何やってるか彼は分かんないから、バトルになっちゃうんですよね。でも、相手の肩稽古だから、一応塩投げとかそういう形は、何やってこう掴んできて、こう使い込んできて、その時に自分の施設をやる、そういう話になるんで、あんまりバトルでやる、結構、あんまりバトルでこう結構しない方がいいですね。で、ちゃんとこうね、来るからね、来るから入って、で、この圧力がかかってるから上げたり、下げたりして。そういう話が、なんとかバトルしちゃうと、バトルしちゃうと彼が突然持ってきて、なんかやっぱ、下の対応していかなきゃいけないから、すごく難しいです。それはまた後の話、もっと上手くなってからだから、我々もそうできないですけど、バトルモード入っちゃうので、稽古が進まなくなっちゃうんですよね。だから、予定通り来ました、予定通り外しました、予定通り上げました、予定通り落としましたって、そういう意味。そういうストーリーって、そういう稽古、ストーリーで出てきたわけですね。背を外して下げてきて、その時に姿勢は、じゃあ自分の姿勢はどうですか、離れてればこうなっちゃってるし、近すぎるとぶつかっちゃってるし、そういう感じで、だからちょうどいいところを探してる、ちょうどいい自分の姿勢がまっすぐ、姿勢がまっすぐとってきて、まっすぐとってきて、それで足遠くってちゃんだったら自分が足がついてで姿勢がいいと思います、でその辺注意して少し稽古をやりましょう、それからバトルモードになって早く自分がもらった方がいいということは、相手の先だって言ってんだけど、先のこの線とか先の線とかいろいろありますよね、で相手は先の技しか、みんなまあ、鬼になっちゃったらしょうがなくて鬼になることもあるんだけど、まあ、基本的には線だから、来たらもうすぐ線もらってるって感じです、正面来たらすぐ、ね、出てる、僕の方が早い、そういう感じですね、パッともう自分から打ってる、それから快所なんかは先に我より出ていって、それで受けられたのをこうね持っていきなさいって、そういうふうに言ってますよね、だから線というか、来るのは予定通り、そして、まっすぐ線だってことね、
後ろ入るしかないんだけど、ジョンは先で入ってる。こういう話で、あの正面打ちの位置なんかも遅れちゃったら、その対応策として足が来るから、まあ、線外して下を落とす。これはボーマーさん。いろいろ変わられます。まあ、それは出ない。じゃあその辺、姿勢が大事ですから、姿勢優先して、ね、姿勢優先してないなってもいいです。せっかくこれ展開したら、姿勢、ね、転換していなくなって、こういう話が指示をしてね、さてはこっち行って、この続きはこう行くと、こう帰ってきて、さっきは上げて、おばってきたのは足がこっち。じゃあ、足を投げましょうか。じゃあ、足を投げて、なるべく姿勢を出してください。じゃあ、これマスターとかって、そういう話なんですよ。まあ、ここにならないで、なるべく姿勢を出してください。いろいろテクニックがそこで、まあ、で、取られちゃって、ガチに持たれちゃって、やられちゃって、彼の方が強い。相手の方が強い。先にもらうと、先に例えば展開して今これ来るんですね。だからこのまま手をこっちにしとけば、これが先に来ちゃって自分がこう入って帰ってくるより早いかもしれない。だからその前に彼が来た時に下こう下で彼止める。例えばボーンって足止めてそれから入ると余裕が、時間的な余裕ができる。このまま入ってて、来たってボーンって引っ張り込まれてやられちゃうと時間的な余裕ないんだけど、来る前にパッとやるところあれって彼は思うんですよね。でその間に入っちゃってボカってやるとか下げちゃうとか、下げたのを、ね、ここ足止めといてやつを緩めてやってとか、上がってくる反射で、反射してくる。でこれと合わせてこの隙間できたところにこう逃げてさえながら、そういう話ではあるんです。テクニックも必要だと思うんです。姿勢を正していくというのをリラックスしていく、だからそういうことを少し、足を止める。で基本的なことはいろいろあって、足止めるとか、なんだろうな、正中線で何かやるとか、それから傾かないとか、遠くで投げないとか、そういういろいろあるんですけど、そういう基本的なことを少し考えて、ね、で足止めるってね、足止めるってのは彼がそのまま持たせたら来ちゃうから、だから足止めてから止めると瞬間パッとこうね、こういう感じパーンって来た時に一回止めてやるの。止めて塩投げとか、止めてそれで塩投げ、でその合わせるバンとこう合わせて彼は訓練してる人は止まらないから止まらないから、大事なんですよ。人間じゃない人、何でもそうだと思う。
姿勢が正しいと崩れてないけど、崩れちゃうとこういうところこだわってる。相手もうやり続ける。ここでやってんだよ、こだわって。ここは見ちゃってる力。でも、あんまり気にしないで自分の姿勢まっすぐだから、こういうふうに、いつも、で足ついてる。相手が来るのはゴミみたいなもんで、あんまり気にしてなくて、自分のセンター、真ん中大事、重心大事で、さっき重心乗っかってきたけど、こうね、こう、まっすぐになってる。いつもなってるんですよ。で、片時も外れちゃダメなんです。外れたらやられちゃうから、いつもこういう状態で、なんかやったら、で、姿勢を作るとか、自分を作るとか言ってますけど、それをちょっと注意してね、YouTube とかね、ああいうの見てもさ、こうやってみんな一生懸命こうやって投げるために一生懸命こうやって傾いてやってるんですよね。で、これ、僕も姿勢が悪いからって言って散々言われてきて、で、自分まっすぐやってるつもりだけど、みんな姿勢がこう、曲がっちゃう。こうなっちゃうんですよ。曲がっちゃうんですよ。で、これ、それ気づいたり、自分で気づくか人に言われるか、やらないと治らないから。で、こういう稽古会でも、こうやって投げ、気づく仕事なの。気づけば治せる、こう。こうね、治せる人。でも、それ、気づかないでいくら稽古しても無駄だから、なるべく早く気づく。で、こういうの利用して、こういう稽古会とか利用して、してます。姿勢まっすぐっていうことは、こだわってないと思う。まっすぐ、それやりましょう。まっすぐ、なんでもいいからまっすぐ。こう、離れてればこうなっちゃう。だから、ちょうどいい位置、ちょうどいい位置で、と、姿勢まっすぐで、彼女が勝手に倒れちゃった。そういう形。自分はまっすぐ立ってるだけなんだけど、相手は勝手に倒れちゃったという位置を探す。で、いろいろ方法があると思うんだけど、まあ、まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ、ちょうどいい、ちょうどいい、ちょうど自分のちょうどいい位置に足つく、そう言って、大体このまま、何でもいいんですか、ね、こう来て、まっすぐ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 、あんまり、ここはやってなくて、まっすぐね、で、彼女が来る場所を作ってあげて、自分をまっすぐ、こうやって、さばいて。じゃあちょっと何でもいいからちょっとやってみましょうね。こうやってね、内側入んだってまっすぐね、まっすぐ、まっすぐこう。で、彼女がついてそういう形で、ね、自分はこう手をかけて、じゃあそれ少しいろいろ騒ぎになってみましょう。今離れてる、持たれてるとね、割と何だろうな、持たれてますよね、持たれてくるんですよね。で、正面打つってのはもう攻撃来てるから、持たれてるとどうもね、はい、はい、やってます。何もしてないんだけど、これからやる必要ないよね。で、攻撃が行くから、そういう意識や。でも、こう来てるのはもう結構攻撃来てるから。で、これの方がちょっと進んでる。こうやって持たれて、はい、どうぞってやるんじゃなくて、攻撃行ってるのと同じ状態。攻撃行ってるのと同じ状態で、なんか。で、彼は撃ってきたってことは攻撃来てるの。攻撃。これ、そのまましたらやられちゃう。受けの人が打ってきたってことは、そうですね。だから持ってて、ちょっと違う。持ってて、相手会の人たち、相手会の人たちが欲しいんで、まあ、普通の人たちかな。はい、はい、それで、やられるの待ってるんでしょ、これね。やられるの待ってる。で、それは良くないから。こうやって来たのと、こう来たのも同じ。だからね、これをやりましょう。これ、さっき、白川先生言ってましたね。こう歯出さないで、ね、こうね。で、先に出しちゃうとぶつけちゃうから。こう、しのぎで受けて、しのぎで、このしのぎ、しのぎで受けて、で、ずっと来て、で、食い物って感じ。で、姿勢はまっすぐ、姿勢はまっすぐね。で、歯の、こう受けない。これ一番最悪。こう脇歩いてこう。こうやって受けたら最悪。だから必ずこのしのぎで受けるっていうのはこうよ。もっと極端なれば、こう、ピッと肘が飛ぶところにこうやって、こうやって受けない。こう、顔をかばす。殴られた時に、
ボクシングで受けちゃうんですよね。そういう形ということは、歯が内側向いてる。で、血の血を向いた。峰がこっち。で、こうね、こう。彼、来るから。来るから当たる。来なかったら当たらない。来なかったら当たらない。でも彼来てるから、当たっちゃう。来るから。で、しのぎで受けながら、ここに入る。ただ入ったら、僕は手で、ギュギュギュ。で、こう、下がり。で、座ったら、こう。そういう意識で、まっすぐから、姿勢まっすぐで、姿勢まっすぐで、で、ね、当たる形、ここ当たっちゃう。で、当たっちゃうから、彼は、こう起きて、で、ここもらう。こう、こうなって、で、座る。そうだね。まあ裏は、まあ裏も同じなんだけど、裏もこう、裏だからといってこっち始めたらこうやらない。ね、ここ入るんだけど、で抜けてきて、こう、ね、やった方がいい。姿勢注意して、この体こう受けたりしないで、まっすぐ。そして、こう入ってくる。相手の重心のとこうなってしまう。相手の重心に僕が入っちゃうから、彼は行き場がなくなって倒れる。自分が勝手に崩れちゃうね。こうやってやってくる。こっちで出ると、彼は頑張ってくる。こうやってやって、僕が重心ここを取られちゃうから、彼は行き場がなくなって、ここを持って、勝手に倒してくる。何もしなくて。こんな顔ですね。ちょっと説明なくて申し訳ないね。じゃあまず、これで少しやりましょう。じゃあ、俺たち、行きましょう。こうやって持たれた時、同じなの。こう手に、手やってるわけじゃなくて、僕は重心欲しいんだから、ここ欲しいんだから、ここ。重心なの、これ重心。だから、打ってきた時、手を受けて、こうやってやっちゃダメですよ。僕はどっちかこっち欲しいの、これ。手を関係ないの。これ出てきちゃったら、ほら。彼止まっちゃうのか、本当に。自然と。こんなことやる人は、こんなことやる人ないの。ね。で、自分がいい位置でこう入ってくれば、ほら。で、重心こう来ちゃったんだよね。だから、手なんか何もしてるの。勝手に。何崩れてるのって感じみたいな感じで。だから、手いっちゃダメ。これ、あれ、相手の人たちじゃない。まあ、我々健康でさ、手にこう持たせて、手しっかり持ちなさいって言ってる人たちいるんだけど。でもさ、持ったら僕は重心欲しいの。重心。これも同じなの。これ打ってきてる。手じゃなくて重心欲しいんだから。こう。ね、重心欲しいんだから。だからそこのところ分かってないと。みんな手で重心してる。手の競争じゃないから。手の競争じゃないから。重心の取り合い。重心。重心の取り合い。少年の取り合い。重心だ。手をかけていかない。ちょっと、ね、来るでしょ。みんな、僕も打ったら、僕が受けやりますよ。打ってきた、こうに打ってきたら、これ僕、ほら、この手に付き合わせたいだろ。僕の手に付き合わせたいだろ。彼が付き合ってくれるありがとう。ほら、おしゃべり。この手をバーンって、彼が手気にしてれば、この気にしてくれてありがとうだ。ありがとう。だから、気にしてないってのが大事だ。手気にして、こうやって言ったら、ほら、彼が気にしてるとすれば、彼が気にしてないで、ね、僕の重心に帰ってくれば、答えられちゃう。でも、彼が気にして、ガーンと出てくれば、僕はありがとうってほら、もらえるんだ。そういう話だからね。だから、付け合わせたいからギュッと持ってる。ここ付け合わせたいの、彼は。ほら、かわいらしいね。ね、こう付き合わせたい。付き合ってくれるからありがとうって言われちゃうんでね。付き合わせたのにやってる。だから付き合わないことが大事なの。無視してる。だからそういう。力って言うんだよ。じゃあ何でもバッチして、ビュッと持たれたってことは、彼はこう付き合わせてさ、なんか僕の体を止めたいとかいろいろあるんだよね。だけど、ここに付き合わなきゃ僕の体は自由だ。いくらでもほら、入れるでしょ。自由だ。で、そういう話。正面向きも同じだから、正面向きもガーンってここに行けば、彼はありがとうで、
あの本当は形だからこういう形やってるけど、本当はさ力抜いてパッと入ってくるじゃん。力抜いて。その辺のとこに注意してる。なるべくだから力抜いて気にしない。僕が欲しいのはここだから。ここ。ね、ここ中心だから。からその辺、その辺。だから戻ってきた時にここに行くのは本人だけで。もうしたらもう重心。いつも重心のことだから。いつも重心。それ自分が。足、これ、これが大事なんです。これも同じね。こういうところでギューッとつけましたいの、これは。僕の体をつけますと、ね、気にしてくれれば、体が楽だから。でも気にしないから、これ。気にしない練習。こういうところ持たれたの気にしない。気にしない。気にしないで、自分が出てきた。足、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